ロバ菓子誌は北海道旭川市に本社のある菓子メーカー企業。社名はコツコツと頑張るロバのイメージを大切にしたいという思いに加え菓子作りに専念する職人を意味する詩を掛け合わせたものである。ロテルド北クラブザ・サンクロード・ビバロバの3ブランドを展開している。ロテルド・北クラブザ・サンクロード・ビバロバ1940年に 当時の志願通で創業し、上と際の工場で焼き上げた菓子を店舗までロバに積んで運んでいた。1949年に法人化して現在の社名となった。1989年に北欧のホテルをモチーフにしたロテルド北クラブが開店した。1995年には店舗名を社名からビバロバと改名したほか、2000年には丘の上の菓子工房、 ザサンクラビトを開店した。ロマンティック街道沿いに位置する店舗は、旧、ノボルツル酒造の石造倉庫を解体して使用していた、美瑛ナ石を再び積み上げて再生した建物であり、第1回旭川市都市計画賞、北海道屋外広告物コンクールの北海道知事賞、旭川の歴史的建物の保存を考える会による、第6回建築賞を受賞した。 2002年に現在地へ本社を移転し、2008年には、日川工業団地にサブレー、クラ製の専用工場を新設した。ロテルド、北クラブザ、サンクロードビバロバ。ありがとうございます。